お疲れ様です。6月の10日に新しい、スタート時期出ます。何これ、整頓くの一チェンジ。はい、新しいギミック、このくの一チェンジが入ってるのかな。はい、ということで、こちらのデッキがスタートデッキ出るんですけども、それに合わせて、大会を開催します。じゃあこの辺に出しましょう。わかんないけど、スタートデッキ大会を開催します。どういう大会かというと、こちらの方に、出てますね。はい、6月10日スタートデッキ何でもいいですよ。店に置いてあるスタートデッキ何でもいいので買ってもらって、それを無改造です。いつもさ、新弾発売大会とかさ、デッキ大会って、これ何枚まで改造していいよとか、そういうのが多かったじゃないですか。無改造って初めてだと思うんだけど、どうかな。初めてだと思います。なので、スタートデッキを、この発売日に買って、そのままその強さを確かめることができる大会になってます。でだ、スタートデッキといってもこれだけじゃないんです。以前からもう脈々と出てきた、スタートデッキがうちに残ってるのがこちら、全、6種類、残ってました。まあ、最近のもので言うと、この唐揚げくんがあって、その前がこれか、邪神様がいるよね。でこれとこれが新しい感じなんですけれども、それ以外にも結構古いデッキ残ってます。ていうかさ、もっと残ってると思ったの俺。店の在庫全部持ってきたんだけど、意外なぐらい少ないな。俺、この反対側のやつとか売れちゃうのね、俺。もうないですね。ないよね。はい。あと、このタイプもさ、なんていうの、この、もうちょっとあった気がしたんだけど。うん。もうこれしかなかったですよ。はい。はい、ということで、参加者の皆様は、この新しいデッキを買って参戦するのもよし、この昔のデッキを、選んでそのまま出るもよし。どっちが強いか分かんないけど、相性とかあるんだろうけども。はい、はい、ということになっております。ちなみに、ヒドロさんだったら、どれが一番強いと思いますか、この中だと。この中ですか。うん。でも、個人的に、でもこれ結構、いいんじゃないかなと思ってるんですよね。あ、そうなんだ。はい。魂度、うんうん。ギミック入ってて、はい。まあ、なかなか他だと、ちょっと、なんて言うんだろうな、対策しづらいカードになってる。ああ、そうか。それをこの人たちは対策できないってことね。しづらいんじゃないかなっていう読みですね。そういうことなのね。あとは新ギミックがどうかですね。あ、やっぱり気になるのはこの新しい、はい。そっちのくの一チェンジがどんな効果かによっては、うんうん、若干変わってくるんですけど。これがものすごく強かったら、みんなこれ買っちゃってみたいな感じになるかもしれない、ね。かもしれないですね。わかりました。いや、まあ、無改造の方がいいよ。だって本当にこの純粋のスタートデッキ同士の強さが、できる大会だと思うんで、はい、ぜひね、6月10日でその発売日、その日に大会になりますんで、はい、はい、もうみんな予備知識なくいきなりこれでできますね。はい、ということです。でごめんなさい、スタートデッキなら何でもいいんだろうみたいな感じで、ほら、うちで売ってないやつをよそから買ってきてとかは一応ご遠慮ください。あくまでほら、参加費というか、うちで買ってくれたもので対戦する大会にしようと思ってるんで、はい、ご協力お願いします。じゃあちょっと整頓クスノキじゃねえや、くの一チェンジ発売記念、スタートデッキ大会、はい、参加よろしくお願いします。では。